MTT 試験後のマイクロプレート、細胞数が増えるにつれて、MTT 試験及び MTS 試験は、MTT や類似の色素をホルマザン色素へ還元する酵素活性を測定する非食定量法である。この方法により、培養細胞の生存率や増殖率を試験することが可能である。様々な試薬や毒物の細胞毒性を評価することにも用いられる。 MTT は生細胞において紫色のホルマザンへ還元される。大抵、ジメチルスルホキシドや酸性タノール溶液、ドデシル硫酸ナトリウムの危塩酸溶液を不溶性のホルマザン色素を可用化させるために添加する。得られた着色溶液の任意の波長の急高度を分光高度計で測定することで定量化を行う。 吸収極大波長は使用する溶媒に依存している。XTT-2H テトラソリアム -5 カーバーキシナライドは MTT の代替試薬で MTT より高い検出感度とダイナミックレンジを示す。得られるホルマザン色素は水溶性であるため可用化段階が必要ない。テトラゾリウムジオのフェニル元に静電化や不電化。 ヒドロキシルモト、スルホモトを導入することにより、水溶性を向上させている。MTS-5-2-2H。テトラスオリアムは、電子キャリアである、フェナジンメトサルフェート共存化還元され、リン酸干渉生理食塩水中、490から500ナノメートルに吸収極大を示す、ホルマザン色素となる。WST は、 MTT 試験に用いられるその他の水溶性色素であり、様々な急行スペクトルを示す、ホルマザン色素となる。WST-1 と特に、WST-8 から3-5-2、H テトラソリアムは、電子キャリアである。PMS が細胞内で還元された後、細胞外へ移動し培置中の WST を還元する。WST 圧生は、 MTT に必要な可用化ステップがないため、直接測定できる MTT よりも好感度である、細胞毒性が低い、などの点において、MTT 圧生よりも優れている。テトラゾリウムジオの還元反応は、還元酵素が失活していない時に起こる。そのため、この還元反応は、生細胞を測定するためによく用いられる。しかしながら、注意を要するのは、 MTT 試験による結果は、KC 電気的パルス係数、セルカウンターなど他の細胞計測法と全く異なるものとなる場合がある。これは、圧生条件において、細胞の代謝系が影響を受ける場合があるためである。生細胞の数が一定である場合でも、MTT 試験や MTS 試験で異なる結果が得られる。ありがとうございます。